白根海前学校中等部、高等部は、群馬県安妻郡中野城町に所在する、私立中学校、高等学校。運営は、学校法人白根海善学校。1978年学校法人白根海善学校が、設立認可され、現在に至る。白根海前学校の教育は、人は、皆良くなろうとしているという教育理念によって、貫かれる。 筆記試験による入学選考は行わず、体験入学により山の学校で生きていく意欲を重視する。敷地7万平方メートル、中、高等部校舎、体育館、生徒寮5棟、大グランド、食堂、テニスコート、スキー練習場、陶芸校舎、美術木工家庭科校舎、学校林用時、情報教育校舎、生産技術センター、 父母研修旨全日政府通貨一学級中等部、各学年定員25名高等部、各学年定員35名一特色ある教育課程、必ず履修科目のほかに、充実した社会生活を送る準備活動として、キャリア授業を設定。キャリア授業科目ライフ、生活を充実させるための趣味からキャリアまでの幅広い講座、陶芸、テニス、社協、 柔道等。キャリア。進路に向けキャリアを充実させる講座。英検受験対策。絵画。心理学入門。楽器演奏等。進路。進路に直結した講座。受験小論文。運転免許等。二少人数教育園。数。国については、学年の壁を取り払い、能力に応じた、同質学習集団を基本に徹底した少人数教育を行っている。 授業を受ける1クラスの人数は8名程度で、高等学校授業を中心としたクラスから、義務教育段階の補修等、全体を小クラス程度に分けている。3学習のステップアップを希望する生徒には、夜間補修会を実施。4コロラドティンバーラインアカデミー、短期交換留学プログラム実施。社会力の育成、コミュニケーション能力は、人と触れ合う。 人間関係の中で育まれるものと考えている。白根海会全学校は中学生、高校生、教職員が生活を共にしながらの全寮制となっている。学校敷地内に寮が点在し後から7名の子供たちと1 0 0人教員が生活半単位で生活を共にする。大きな成長を遂げる大切な時期に自然がもたらす大地の中で 真の社会力を育て社会に送り出したいと考えている。個人の成長に合った教育を考える一人、数との可能性を信じ、個々の特性を生かした教育を実践している。一般に言われる、発達障害といった生徒の受け入れも可能となっている。特別支援学校教諭免許所持者が生活を共にし、支援に当たっている。体験学習の重視職場実習。 各研修旅行等の体験学習を通じ、教科書では学べないことを体感する。特に、毎年秋に実施される 100km 恐怖では、各々の限界に挑戦し、最後までやりきることの素晴らしさを実感することとなる。地域活動にも、積極的に取り組み、道路清掃や地域高齢者宅の雪かきなどを行う、ことで、社会の中での役割について考える。育林 農業、養豚、介護各実習、九州修学旅行、スキー合宿、スケート教室、県外研修旅行、県内研修旅行、海合宿、100km 競歩、文化祭運動部、柔術部、ウォーキング部文化部、写真部、軽音部、作動部、美術部生活クラブ、白根会全学校独自の活動として、生活クラブが存在する。生活クラブとは、 知らね海全学校のある六号の環境に積極的に触れ、利用し、関わっていくことにより、自然の中で生きていくことを体感するものである。地域の方と積極的に関わりながら、自然、文化からの恵みを感じ、真の社会力を身につける。平成27年度には、ピザ用、プラネタリウムを作成する。園芸部、地域の花栽培に、プロに学び、花、 一号栽培。佐々木土県、平木吉、野鳥の森造成。ツリーハウス建築計画。魚の養殖地造成。放置活動、吉川組。地域高齢者宅行きかきボランティア。地域花植えボランティア。生産文化クラブ、宅案製造。食育。物作り部、校内、寮内美化に役立つものを自分たちで製作。ありがとうございます。